皆さんこんにちは、佐々木ひろのです。今日は2021年8月の運勢、六白金星をやります。このチャンネルは家族のための九星気学を分かりやすくお話ししています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では早速8月の運勢ですね。こちらの5つの項目をお話ししていきます。まず頓項番をチェックしていきます。年番はこちらの番、六白金星は真ん中にいますね。そして月番がこちらの番、六白金星は東にいます。8月の期間は7日から9月6日までとなっております。六白金星が白く木星の上に乗っかっているという8月の運勢、このお話をしていきます。では1番の全体運から。全体運は出会いとか面会とか出ています。今月何かいい出会いがありそう、人間関係が深まりそう、そういった運気なんですね。ですので交流会とか何かそういった集まりがありましたら積極的に交流する、名刺を持ってってね、名刺交換とかそういったことですね、そういったことは積極的にしてください。その時に出会った人が今後大きな力になってくれる、そういった出会いが期待できそうです。ただ注意してほしいんですが、たくさんの男性の中に一人だけ女性がいる場所とか、また自分だけが女性であとは男性とか、そういった時はちょっと注意が必要ですね。何か内部から、問題が生じやすいというメッセージになりますので、そういった場合はやめるようにしてください。続いて2番、人間関係恋愛運です。人間関係いいです。ただですね、六白金星が苦手な協調性というのを意識してください。リーダーシップを取ると得意なんですけども、協調性ですね、みんなの意見を聞いて仲を取っていくっていうのがとても苦手な六白さん、めんどくさいんですよね。でも今月はそちら、そのめんどくさいことをしっかりやるととてもいいです。恋愛運もとてもいいです。いい出会いがありそうです。期待できます。続いて3番、金運です。金運もいいです。遠くのご縁からお金がもたらされそうです。遠くからのお客様とか、もしくは自分が遠くへ出かけていってとか、また SNS でも海外に飛ばした情報からとか、そういった遠くのご縁でお金が入ってきそうです。そして4番、健康運です。健康運はですね、髪の毛のケアをしてください。中高年になると髪の毛の悩みって結構ありますよね。私も白髪結構あるんですけども、髪の毛割とツヤがいい方で、よくね、受講生さんから何してるんですかって質問されるんですけど、私毛を染めたりパーマかけたりするのをやめて、天然 100% のシャンプーで洗うようにしています。髪の毛もね、ヘナ染めですね、草木染めですよね、そちらで白髪を染めるようにしてるんですけども、そしたら頭皮から元気になりますので、この年齢からね、髪の毛ケアしていくのとても大事ですので、よかったら参考にしてください。そして5番、今月のアドバイスです。おすすめパワーストーンは翡翠ですね。淡いグリーンの石で優しい雰囲気を持っている、でも金運の石なんですね。強くなくても金運につながるんだよというようなメッセージを感じられる石です。六白の人はね、強くありたいとか完璧でありたいという気持ちが強いんですけども、今月はそういったことではなくて、白く木星のエネルギーを受けていますので、やんわり優しい雰囲気で金運アップというところを目指してほしい、そういった意味から翡翠おすすめです。そして生き方のアドバイスですね。
生き方のおすすめは先ほどからお話ししていますが、人との交流ですね。交流会に積極的に出かけてほしい。何か人と会うということがあれば面倒くさがらずに参加してほしいんですね。六白はね、案外こう孤高の人といいますかね、孤独で強いっていうのがあって、交流するのが面倒くさい、人と会うのが面倒くさいっていうところが案外ありますけども、今月はそれをやめて人と交流するということを意識してほしいんです。出かけなくてもね、 SNS 上の交流、何か興味のあるオンラインサロンに入会してみるというのもおすすめです。その時に意識してほしいのが、先ほど言いました白く木製の木を浴びている今月ですので、ふんわり柔らかい爽やかな雰囲気でというところを意識してほしいんですね。今月はね、頑張って強くなろうとか、頑張ってこれとこれとこれをやるんだとか、そういうエネルギーではなくて、ふんわりと優しい、あなたはどうですか、そちらはどうですか、あちらはどうですかって、こうみんなの意見を聞きながら、ふわふわという感じで進むというエネルギーがとても必要な月なんですね。また六白金星がそれができると人間性に深みが出て一段と良くなってきます。ぜひね、今月人との交流、そして交流するときはふんわり柔らか爽やかな雰囲気でというのを意識してお過ごしください。ラッキーカラーは緑、ラッキーフードはすだちの冷やしうどん、そしてラッキーアイテムはふわふわの水色のスカートです。最後に同階六白金星、 SNS での交流おすすめ。傾斜六白金星、旅行に出るとリフレッシュできるです。はい、いかがだったでしょうか。六白金星の8月の運勢でした。参考になったよという方は、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではエンディングです。8月8日からマスターコース11期を募集開始しています。こちらは鑑定士になりたい人の鑑定士コースということですが、鑑定士になりたくなくても自分のことを知りたい、自分の運命や宿命を知りたいという方にもとてもお役に立つ講座です。気学というのはコツコツ勉強するものなんですけども、開運に必要な技をだいたい網羅するのに5年ぐらいかかると言われています。その5年のかかる中から抜粋して本当に先に知っといた方がいいという開運技をギュッと詰め込んで1年弱で勉強できるようになっているのがマスターコースになります。受講生さんの中でも、学ぶ前と後では気持ちがすごく違っている、心が穏やかになった、始まる前では考えられないような自分になっているという人生の変化を感じている人がとても多いです。私も受講生さんの声を聞いて、やっぱりマスターコースは本物なんだと自信を持っています。あなたの人生を本気で変えたい方、鑑定士になって困った人のお役に立ちたい方、私と一緒に学びませんか。お申し込みお待ちしております。そして鑑定士にはならないけれど開運したいというあなたに、私が毎朝行っている非番吉報、通称吉カフェという開運方法があります。こちらは簡単にできるのに効果がとても高いということで、動画をご覧になっている方全員におすすめです。吉カフェオンラインサロンでできるようになりますので、ぜひご入会ください。1ヶ月無料試しができます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録であなたも幸運体質に。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。